に与えても安全な意外な食べ物について以下で詳しく説明します。一般的には与えてはいけないと思われがちな食材でも適切な量や調理法を守れば安全に与えられるものがあります。これらの食べ物を与える際には量や調理法に注意し、愛犬の健康状態を考慮することが大切です。野菜、アスパラガス。アスパラガスはビタミン K や葉酸が豊富で犬の骨の健康をサポートします。また抗酸化作用があり、細胞のダメージを防ぐ効果も期待できます。かぼちゃ。かぼちゃは食物繊維が多く、消化を助ける効果があります。さらにビタミン A が豊富で視力の維持や免疫力の向上に役立ちます。ズッキーニ。低カロリーでビタミン C が豊富なズッキーニはダイエット中の犬にも適しています。水分が多く含まれているため夏場の水分補給にも役立ちます。果物。ブルーベリー。ブルーベリーは抗酸化物質が豊富で犬の免疫力を高める効果があります。またビタミン C や食物繊維も含まれており健康維持に役立ちます。リンゴ。リンゴはビタミン A と C が含まれており、皮を剥いて種を取り除けば安全です。食物繊維も豊富で消化を助ける効果があります。バナナ。バナナはカリウムが豊富でエネルギー補給に最適です。適度な糖分も含まれているため運動後のエネルギー補給にも役立ちます。肉類。鹿肉。低脂肪で高タンパクな鹿肉はアレルギーのある犬にも適しています。また鉄分が豊富で貧血予防にも効果的です。馬肉。馬肉は鉄分が豊富で貧血予防に役立ちます。さらに低脂肪で消化が良いため胃腸が弱い犬にも適しています。鶏の砂肝。鶏の砂肝はビタミン B12 が豊富で犬のエネルギー代謝をサポートします。また低脂肪で高タンパクなため筋肉の維持にも役立ちます。魚介類。サーモン。サーモンはオメガ3脂肪酸が豊富で犬のヒケと皮膚の健康を促進します。さらに抗炎症作用もあり関節の健康維持にも役立ちます。イワシ。イワシはカルシウムとビタミン D が豊富で骨の健康をサポートします。またオメガの3脂肪酸も含まれており心臓の健康維持にも効果的です。タラ。低脂肪で消化が良いタラはダイエット中の犬にも適しています。ビタミン B12 やセレンも含まれており全体的な健康維持に役立ちます。その他。ヨーグルト。無糖のヨーグルトを選びプロバイオティクスが腸内環境を整えます。カルシウムも豊富で骨の健康をサポートします。チーズ。少量ならカルシウム補給に役立ちます。特に低脂肪のチーズを選ぶと良いでしょう。卵。調理して与えることで良質なタンパク質を摂取できます。ビタミン D やビタミン B12 も含まれており全体的な健康維持に役立ちます。これらの食材をバランスよく取り入れることで犬の健康をサポートできます。ただし初めて与える食材は少量から始め、アレルギー反応がないか確認してくださいね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。